どうもこんにちは。今回は直近において発生した電力逼迫の一件によって電気消費が増えていくと、その電力不足をさらに助長させてしまうのではないかという懸念が注目されていますが、世間の方が理解できていない、しかしながら電気自動車という存在がむしろその電力不足の問題を解決する手段にすらなり得るという電気消費普及の最前線についてを徹底的に解説していきたいと思います。まず今回の関東圏内における電力逼迫の一件についてですが、こちらは震度6強を記録した福島県沖の巨大地震による電力供給量の減少および季節外れの寒気が舞い込んだことによる電力需要の一時的な増加という要因が重なってしまい、今回の電力逼迫警報につながってしまったという経緯となっています。そしてこの電力逼迫の一件を取り上げて、特に搭載された大容量のバッテリーに充電して貯められた電力のみで走行する完全な電気自動車が今後一気に普及していった場合、電気自動車用の電力需要が急上昇してしまうことによって電力不足にさらに拍車をかけることになるのではないかという懸念が広まってしまっている状況なわけで、こちらに関してはこの直近の動画において詳細に解説した通り、仮に明日全ての乗用車7000万台以上が全て完全な電気自動車にリプレイスされたとしても、現時点の日本国内における電力需要と比較しておおむね 14.9% ほどの上昇度合いとなる一方で、この直近の9年間の日本国内の総発電量はおおむね 10% 程度ほども減少している。つまり裏を返せば、仮に明日日本国内の乗用車が完全な電気消費にリプレイスされてしまったとしても、直近の10年前に発電していた電力量でその大半を賄うことができてしまう。少なくとも皆さんが想像していたよりもずっと少ない電力量で電気自動車の充電を賄うことができてしまうということなのです。そして1日単位という短期的な需給バランスという観点においても、確かに今回のような日中の局所的な時間帯、特に夏であれば気温が最も上昇する午後の時間帯、冬であれば暖房をつける朝方および夕方の時間帯にそれぞれ電気自動車の充電が集中してしまえば、懸念されている電力不足が顕在化することになるわけですが、その一方で電気自動車の充電というのはあくまでも帰宅後の夜間帯に充電を行うという運用方法が大前提であり、するとその夜間帯における電力需要というのは人間が活動する日中と比較してもかなり少なくなっている。したがって夜間帯においては発電量さえ確保することができれば、もはや既存の送電能力を向上させることなく電気自動車の充電のために電力を融通することができる。いずれにしても消費電力量が増えたからといって電力逼迫を大きく助長させるという類の話ではないということなのです。このようにして電気自動車の増加と電力逼迫の一件を解説していた。つまりその動画内においてはあくまでも電気自動車が増えた場合、電力という観点でどのような懸念が生じるのかという、言ってみれば負の側面についてを取り上げていたわけですが、実は電気自動車を普及させればさせるほどむしろ電力の安定供給という観点でポジティブに働く側面も存在するという点は、おそらく全く同様にほとんどの方が理解できていない点。しかしながらなぜ世界が電気自動車へのシフトを進めているのかという本質に直結するクリティカルな部分となりますので、ここからは電気自動車の普及によって享受できる電力の安定供給のアドバンテージ、そして世界の最新動向を例として取り上げながら徹底的に解説していきたいと思います。まず今回特に取り上げていきたいポイントとして、電力供給量の最大化に貢献することが可能であるという点であり、というのもまず日本市場における電力需給見通しの基本的な考え方という大前提について、2013年度と比較して CO2 をはじめとする温室効果ガスの排出量を 46% 削減するために再生可能エネルギーによる発電割合を当初目標からさらに引き上げて36から38% というエネルギーミックスを目指すという野心的な目標値を設定、いずれにしても太陽光や風力、地熱発電などあらゆる再エネ発電を駆使して2030年までの温室効果ガス排出量の削減にコミットしようとしているということなんです。そしてこの再生可能エネルギーというのは数々の欠点を抱えているという点が重要であり、太陽光発電であれば日照時間が少なくなってしまう日や夜間帯においては期待通りの発電効率を得られなかったり、風力発電であれば風が吹かない日などでは発電効率が悪化するなど、いずれにしても安定的な電力確保という観点で不安定さを抱えてしまっているのです。しかしながら安定的に発電することができないとともに、逆に安定的に発電することができる日においては
むしろ電力需要に対して過剰に発電してしまっているという現状も存在しているという点が最もクリティカルなポイントであり、というのも九州電力管内などにおいてはすでに太陽光や風力で発電された再エネ電力が供給過多状態にあるということによって、その需給バランスの調整のために再エネ発電をストップしてしまうといういわゆる出力制御を既に行っているという状況、さらに例えば経済産業省がまとめた試算によると2030年頃にはさらなる再エネ発電の推進によってむしろ電力が余ってしまい、その調整のために出力制御がさらに進み、なんと北海道と東北においては再エネによる発電の最大4割超が無駄となってしまう恐れがあるという昨今の電力不足の話が嘘のような状況が片や発生してしまっているということなのです。それではこの再生可能エネルギーによって安定的に発電したり、さらには出力制御によってせっかく発電できる再エネ由来の電力を無駄にしない方法もいくつか存在するということで、それが再エネで発電した電力を一時的に貯蔵しておくバッファーとしての蓄電池の存在だり、すると安定して発電できる間にバッテリーに蓄電しておき、実際に需要が増加した際にはそのバッファーから電力を融通するというバッファーとしての効果を蓄電池の活用によって期待することができるのです。そしてこの再エネにおいて必須の蓄電池と電気自動車がどのような関係性があるのかに関してですが、冒頭も説明した通り、まさに電気自動車というのは大容量のバッテリーを搭載している。すると電気自動車の販売台数が増えていき、その需要を満たすためにバッテリーメーカーや自動車メーカーがこぞってバッテリーの大量生産にコミットし始める。そうなっていくと、これまでは高価だったバッテリーのコストがスケールメリットによって安価になっていく。よってその安くなったバッテリーを再エネ発電とセットの蓄電池として転用することで蓄電池のコストも大幅に減少していく。したがってバッファーの存在によって安定的な再エネ発電の割合を増やすことが可能となるのです。実際問題としてすでにテスラであったり世界最大のバッテリーサプライヤーである中国の CATL についてはただ車載用のバッテリーを生産するだけではなく再エネとセットとなる大型の蓄電池についても今後の中核事業の一つとして掲げ実際に多くの導入実績を積み上げたりしています。つまりすでに実質捨てられてしまっている再エネ発電における電力をバッファーとして蓄電池に蓄電しておくことができればむしろまだ再エネの普及割合が低い現状でさえも実質的な発電能力の向上に寄与する。繰り返しとはなりますがバッファーとして電力の安定供給にも寄与することができるわけですから、ますます昨今指摘されている再エネの推進によって電力不足がさらに深刻化してしまうんだという主張というのはその再エネと電気自動車という相乗効果の本質を理解することができていないことの表れであるということなのです。しかもその蓄電池の普及以上に重要なポイントというのがそもそも電気自動車自身もバッファーとしての役割を果たすことが可能という点であり、というのも例えば本チャンネルの所有する日産リーフには 38kWh 程度、テスラモデル3スタンダードレンジプラスについても 55kWh 程度というかなりのバッテリーが搭載されているわけで、さらにトヨタ BZ4X については 70kWh 程度、日産アリアも最大 87kWh というより大容量のバッテリーを搭載している。そして例えば日産アリアのバッテリー容量を例にとれば家庭で使用する最大4日以上もの電力量に匹敵するというレベルであり、なんとこの日産アリアや BZ4X に関してはただ走行のためだけに電力を使用するのではなく車載バッテリーに貯めてある電力を逆に自宅に使用する電力として融通することが可能といういわゆる V2 ホーム機能を搭載。したがって自宅で電力を使用することができなくなってしまう災害時だったり、極論言ってしまえば今回のような電力逼迫によるブラックアウトが発生してしまったとしても電気自動車に貯められた電力を使用することで停電前と変わらずに日常の生活を続けることができてしまうのです。さらにこの電気自動車の給電機能というのは何も自宅だけにとどまらず、例えば V2V と呼ばれるそれ以外の電気自動車に対しても給電することが可能であり、既に発売がスタートしているアメリカの電気自動車スタートアップであるルーシッドエアやフォードのベストセラーピックアップトラックの電気自動車バージョンである F-150 ライトニング、そして7月中に正式に納車をスタートさせる韓国ヒョンデのアイオニック5についてはこの V2V 機能に対応している。したがって仮に電気自動車の運転中に電欠状態に陥ってしまったとしてもそのような
電気自動車に電気を分けてもらうことによって電熱を回避することも可能になります。しかも自宅や電気自動車に対してだけではなく V2 グリッドと呼ばれるようにグリッド側にも供給することすら可能であるわけで、つまり通常時においてはグリッド側で発電された電力を電気自動車に充電しているものの、もし仮に今回の電力逼迫警報が出されてしまうようなグリッド側の発電能力が需要に追いつかないと判断した際には、あらかじめ電気自動車に貯めておいた電気をグリッド側に戻すことによって需給バランスを調整する役割すら担うことができる。まさに蓄電池と全く同様に電気自動車が電力の需給バランスのバッファーとして役割を発揮することができるということなのです。ただしここまで好意的に説明してきた電気自動車と再エネの相乗効果、特に V2 グリッドという機能による電力の需給バランスの安定化という観点で最もハードルが高いのが、そのシステム全体をシームレスに動かすことができる高度なソフトウェアの開発などの、まさに実際の社会実装のフェーズであり、残念ながら日本市場においては未だに大掛かりな社会実験のようなところにまで行き着けていない。要するに確かに理想論としては極めて賛同することができる一方で、問題はそれをいかに一般ユーザーに使用してもらうか、つまりスケールさせることができるのか、そして当然のこととして本当に需給バランスを調整することができるようにシステム全体を作り込むことができるのかという、まさに社会実装フェーズを乗り越えることができないのではないか、この点が大きな懸念点として挙げられると思います。しかしながら海外を見渡してみると、特に現在世界最大級の自動車グループでありながら現在電気自動車に最も舵を切ってきているフォルクスワーゲングループが既に実証実験を行っているということであり、既にとあるドイツ国内の町に位置する1250ものアパートメント、バッファーの役割を果たす2メガワットアワーもの蓄電池、そして電気自動車を充電するための V2 グリッド機能が搭載されている専用の充電器270基、そしてそれらをシームレスにつなげるクラウドシステムを構築してグリッドの電力安定供給を図るというパイロットプロジェクトが進行中であるのです。それではなぜ自動車メーカーであるフォルクスワーゲンがこのような電力会社がやるようなプロジェクトに大規模投資しているのかといえば、そのドイツ国内の発電のいびつな需給動向が発端となっているわけで、というのも現在ドイツ市場については再エネ発電の割合を急速に増やしながら原子力発電の稼働もストップさせてしまおうという極めてアグレッシブな再エネ移行プロジェクトが進行中なわけですが、先ほど説明した通り我々日本市場と全く同様に再エネが進めば進むほど発電の柔軟性が低いことによって電力がむしろ余っていく傾向となる。実際問題として2020年度のドイツ国内でおそらく出力制御などによって使用されることのなかった電力量の合計がなんと6500ギガワットアワー、つまりドイツはたったの1年間という期間で電気自動車換算で270万台もの EV を1年間走行させることが可能な電力量を捨ててしまっていたという背景が存在。よってこの実質捨てられてしまっていた電気をバッファーである蓄電池を使用してうまく需給バランスを調整することができていれば実質の発電量を大幅に増やすことにつながる。したがってドイツ最大の自動車メーカーであるフォルクスワーゲンと再エネの割合を増やしたいドイツ政府が同じ方向を向いて再エネと電気自動車、そしてそれをつなぐ V2 グリッド機能およびそれらに付随するエコシステムの構築にコミットしてきているということなのです。したがってドイツという国は何も電気自動車を推進することが目的でも何でもなく、再生可能エネルギーを増やすためにそのバッファーとしての蓄電池であるバッテリーのコストを下げ、そしてそもそもそのバッファーの役割を電気自動車が担うことで需給バランスの最適化を図ろうとしている。するとこれまでよりもさらに再生可能エネルギーの発電割合を増やすことができ、特に現在勃発しているウクライナ紛争によって問題視されているロシアの天然ガス依存というエネルギーの安全保障リスクの軽減に寄与することもできるということですね。このようにして直近において浮上してしまった電力逼迫の問題によって電気自動車を推進するのは電力不足に陥るので危険であるのだという主張というのは、そもそも電力不足になるという懸念には当たらないというだけではなく、むしろ逆に電気自動車の普及によって電力の需給バランスを調整する役割すら果たすポテンシャルを秘めている。つまり再エネを増やすことと電気自動車を増やすことというのは切っても切れない関係性、至極当然の流れであるわけですから、世界的な合意形成が既にできている脱炭素という観点から再エネ率を高める、
イコール電気自動車を推進する。電気自動車推進は目的ではなく、脱炭素およびエネルギーの自給自足による安全保障上の観点の一つの手段に過ぎない。世界はより大きな野望を達成する手段として電気自動車を爆速で推進しているだけ。この世界の動きを理解できていない間は、いつまでたっても電気自動車普及で停電必至なのだ、原発10基新設は不可避なのだと叫ぶことしかできないってことですね。EV 会議論者、いってらっしゃい。